森田牧場1号9車道2号9車、1号9車と連結している。森田牧場は、1800年代後半から2006年まで、青森県上北郡七子町ひざ森に存在した、馬の生産牧場。近代青森県馬産を代表する存在であり、競争馬の生産牧場として著名であった。主な生産馬には、クラシック2巻を生死守護馬としても数々の名馬を、 排出した、とさみどり、兄弟で、東京優秀に優勝した、光明治と、小松光菊花賞優勝馬、グレートヨルカ、天皇賞優勝馬、長谷パーク、朝サホコなどがいる。1980年代末頃からは、現存最古の馬の牧場とも称されていたが、競争馬生産の中心地が北海道へ移っていく、中で衰退していき、2006年に施設が、 畜産牧場へ譲渡され平場した。南部地方に特徴的な曲屋を含む各施設が良好な状態で保存されており、森田牧場1号厩舎を筆頭とする球場内8つの物件が登録有形文化財となっている。創業者第10代森田基平寺森田牧場の創業年は定まっておらず、1884年、内八1887年、あるいは、 江戸時代の慶応を3年まで遡るとも言われる。創業者は第十0代森竹平次。森竹は酒造や呉服を本業とした商家にして南部地方における有数の大地主であった。牧場用地の膝森地区は元関営地だった土地を1871年に払い下げられてから開墾したもので、当初は果樹栽培や養蚕が試みられていた。 牧場としての歴史は1884年20代、紀平寺が旧社を建設し、アメリカよりアングロアラブの品馬を輸入したことに始まるが、当初は生産牧場というよりも、周辺の馬小作に対する馬の貸付拠点という性格が強かったとされる。本格的に生産に着手したのは1907年のことであるが、つなぎ用繁殖品馬は3頭、用地は、 最資料値を含めても6兆部と小規模なものだった。なお、その前年の1906年には、政府が軍馬改良を目的として馬政局を設置し、馬筆生産が盛んに奨励され、古より南部駒の産出で知られた南部地方でも産馬熱が高まっていた。 1912年には従来、紀平寺の弟、森田徳太郎が中心となり、青森県立種馬育成所が7個に誘致されている。しかし、一般的に明治末から、大正初期の青森の民営牧場は総じて経営が苦しく、多くは小作料や三輪収入で運営費を補填しており、森田牧場も同様の状況にあったとされる。 その経営が改善していくのは大正中期から昭和初期にかけて競争用のサラブレッドの需要が増大してからであった。1930年代後半には森田牧場で直接育成されるものはサラブレッド競争場がほとんどであり、1935年には生産場ミスアキラが中山競馬クラブ主催の提出後商店に 各地の競馬クラブが統合された日本競馬会が発足して、あとの1938年にも、長谷パークが提出5商店に優勝し、それぞれ青森県産としてに3頭目の5商店場となった。1945年8月、太平洋戦争の終結後に、群馬や農工馬の需要が極端に減少したため、生胡町でも、馬産から牛、豚、鶏などの生産に、 火事が切られ、森田牧場でも天業を見越して100頭規模の頓車が設営された。また、日本に設置された連合国軍最高司令部が農地改革を打ち出し、森田牧場はこちらの面からも損拝の軌労に立たされた。これを受けて、近隣の浜中牧場主、浜中育次郎、天馬林村の諏訪牧場を差配していた。 須藤十右衛門が、長教師の藤本富吉を訪れ、森田牧場がなくなっては、青森県のサラブレッド生産はダメになると訴えた。藤本は、青森県庁に赴いて交渉し、牧場のうち20長部程度を古作に開放し、さらに馬ではなく牛の牧場にするという建前のもとで、牧場存続の目途をつけた。以後は、戦後の場所となる、森田幹事が大学を卒業するまで、 藤本旧社から持ち込まれた4から5頭の繁殖品馬を持って暫時当本の指揮により運営が行われた。1949年には森田牧場が小祝農場から購買していた繁殖品馬フリッパンシーノコとサミドリがサツキ賞と菊花賞に優勝した。1953年に漢字が馬主となり、1957年には光明ルが 藤本の管理により、東京優秀に優勝。1959年にはその弟でと佐緑を、父に持つ、小松光も日本ダービーに優勝し、史上二組目の兄弟制覇を達成した。なお、両馬を生んだ母イサベリーンは34歳206日という、当時の国内サラブレッド最長時記録を樹立し、死後は城内に祀られた。 1963年にはグレートヨルカが菊花賞、1965年には朝穂子が天皇賞と、それぞれ光る明治三区の生産馬が八大競争を制している。この頃は森田牧場以外の青森県内各、馬からも八大競争の優勝馬が続出し、青森県馬産の黄金時代であった。しかし昭和40年代以降、青森県馬産全体が、 体制に向かい、競争場生産の中心は北海道へ移っていった。森田牧場も生産、育成両面で改良を図っていたが、2006年の生産場が最後となり、同年畜産業者の金子ファームに施設が譲渡された。その後、残存施設が集築され観光用に一般公開されている。ありがとうございます。